東成田駅。東成田駅は、千葉県成田市古米仕込み前にある、京成電鉄、芝山鉄道の駅である。駅番号は、京成電鉄が KS44。詳細は後日。京成電鉄が管轄する共同使用駅で、空港、第2ビル駅管理。京成電鉄の東成田線と、芝山鉄道の芝山鉄道線が乗り入れている。また、 東成田線の終点かつ、芝山鉄道線の起点駅である。両線の列車は当駅を介して、相互直通運転を行っており、ほぼ一体の形で運用されている。ただし、芝山鉄道線でのパスもスイカ等交通系、IC カードの利用はできない。京成電鉄と他社の共同使用駅では、押上線の押上駅を除き、 駅を実際に管理している会社の駅番号のみが付与されるため、京成東成田線に対してのみ、KS44 の駅番号が付与されている。成田国際空港の敷地内にあり、1978年に成田空港旅客ターミナルビルの最寄りとなるターミナル駅、旧成田空港駅として開業したが、1991年に、現成田空港駅以下、 新駅が開業したに、現在の名称へ変更され、ターミナル駅としての役割は、新駅と1992年に開業した、空港第2ビル駅に譲った。しかし、通勤時間帯を中心に、空港内に勤務する利用客が多いほか、現在も改札外コンコースからは、空港第2ビル駅を経由して、成田空港第2ターミナルへ抜ける地下連絡通路が伸びている。 このような経緯から現在でも成田空港駅だった当時の名残が各所にられる。島式ホーム2面4線を有する地下駅。そのうち実際に列車発着に使用されているのは1面2線である。エレベーターは設置されていないが、上りエスカレーター1機がホーム中央と改札内、根校を結んでいる。改札外コンコースからは 5時20分から23時15分までは空港第2ビル駅を経由して成田空港第2ターミナルへ抜ける全長500メートルの地下通路が延べ使用可能。当駅にも空港第2ビル駅の時刻表が掲出されており連絡通路を抜けたところに設置されている自動券売機で同駅からの乗車券を購入することができる。トイレは改札内及び 地上の旧第4ゲート内にある、成田空港駅時代は、列車の接近、到着、発車時における案内放送が流れ、発車ベルも鳴っていたが、解消してからは接近、案内放送が流れず、発車時にベルが鳴るのみとなっている。地上駅舎には、成田空港へ向かう連絡バス乗客のための第4ゲートが併設されていたが、現在は閉鎖されている。また、 これとは別に実質的な東成田駅の出入り口となる空港敷地内に入るための徒歩線の第5ゲートがあり、ここで検問が行われていたが、現在はノンストップゲート化されている。当駅は広大な改札外コンコース内に大型のレリーフが飾られているほか、レストランの跡地があるなど多くの場所で成田空港駅時代の面影を残している。 成田空港駅時代は広大なコンコースを全て使用しており、駅構内店舗も営業し、エスカレーターも稼働していたが、解消後は、駅本屋と改札外コンコースを連絡する2機や、ホームとコンコースを、ケツブリエスカレーターが使用停止状態となっている。ホームについても1.2番線は、特急、スカイライナー、3.4番線が普通専用であり、 自幕式の発射表も設置されていた。しかし、解消して、以降、営業用として供用する、コンコース面積は大幅に縮小で、発射表も撤去された。特急ホームも閉鎖されて関係者以外立ち入り禁止となり、日本の線路を留置線として使用している。旧特急ホームの床タイルはすべて剥がされ、エスカレーターも停止しているが、駅名表は撤去されておらず。 成田空港のままである。また、同ホーム側に掲示されている広告も成田空港駅、時代末期当時のままである。旧特急ホームの線路は、芝山千代田方面には繋がっておらず行き止まりとなっている。成田空港駅時代に3.4番線として使用していた現在のホームも解消後に、駅名標が、形成タイプのものに置き換わり、広告も、 日本の風景のものに置き換えられた。しかし、芝山鉄道線が開業した後は新しく、駅名標が設置され、従来の駅名標は使用停止となった。1997年4月1日に、博物館動物園駅が営業休止、2004年4月1日に廃止してから、2010年7月17日に、成田空港線、成田スカイアクセスが開業し、 成田湯川駅が新設されるまでの間、京成電鉄で停車する列車本数が最小の駅だった。芝山鉄道線開業前は、上野、都営浅草線方面の列車を中心に発着していたが、開業後は、それが朝と夕方以降に縮小され、日中は成田芝山千代田間の区間列車が発着している。駅の利用者は、ほとんどが、 成田国際空港関連会社への通勤客の利用で成田国際空港から航空機に搭乗する旅客や見学、送迎目的での利用者は少ない。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下表の通りである。当駅は成田国際空港の敷地内にあり、駅名解消後も空港ターミナルへのアクセスに用いることができる。空港ターミナルビルへは 徒歩や、後日の連絡バスでアクセスすることも可能である。第2ターミナルへは、空港、第2ビル駅へつながる、地下通路を経由して、雨に濡れることなく徒歩で移動できる。千葉県道62号成田松尾線、空港通過道路から車道及び歩道が連絡している。この場合、当時実施されていた検問を通ることなく、当駅に行くことができたが、駅敷地内から出ることはできなかった。 成田空港駅時代は、第一ターミナルまでの有料連絡バスが、発着していた。駅名解消後も、京成成田駅、タコ方面などへの路線バスの乗り場があったが、芝山鉄道線の開業により、芝山千代田駅へ移転し、現在、上記第5ゲートを出た空港東通り上のバス停から、成田国際空港内を走る無料のターミナル間、連絡バスが第一、第1、第2、 第3ターミナル間を結んでいる。連絡バスの他の乗り場と異なり、東成田駅で降車する際のみ降車ボタンを押すよう、案内されており、乗降客のない場合は通過する。2018年10月より公式サイト上のページに、東成田駅乗り場が掲載されなくなったものの、連絡バスは引き続き経由しており、各ターミナルのフロアガイドの PDF ファイルには、東成田駅の記載がある。 この他に日本航空など一部の空港関連企業の送迎バスの発着がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。